いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、僕が普段ですね、車中泊で使用しているこのハイゼットのですね、この壁面にですねネットをつけて、そこにいろいろ物をかけれるようにしました。これがですね、なかなか便利だったので、その紹介と、あとですね、このハイゼットのこの壁面とか、あとは金属部分にどのように物を取り付けれるかっていうですね、それを紹介したいと思います。はい、こちらのネットなんですが、実はですね、ちょっと拡大してみますと、はい、このようにですね、ハイゼットの金属部分に直接ネジ穴を開けて、そこにですね、ちょっと金具をつけてそこに引っ掛けるという形で装着しています。はい、ちょっとネット外してみますね。よいしょ。はい、よいしょ。はい、こんな感じでですね、ネジを使って止めてます。実はですね、あんまりご存じない方多いと思うんですけど、このネジ穴っていうのは、簡単に作れちゃうんですね。なんで今日はその方法をご紹介したいと思います。はい、それではですね、使う道具をご紹介します。まずですね、こちらですね、ドリル、これがないとですね、ちょっとなかなか穴開けられないもんですから、まず必ず必要です。そしてドリルのね、先に実際ドリルつけなきゃダメなんですけど、これ太さが2種類いります。今回ですね、僕の場合は4ミリのネジを使ってるもんですから、4ミリのネジ使う場合は、例えばですね、4.2 ミリのドリル、これが一つですね。そしてあと、3.2 ミリのドリル、これ詳しくですね、また後から説明します。そして開けた穴にネジ穴をですね、切るネジのですね、こう溝を切る道具でタップっていうものがあるんですけども、これがですね必要になってきます。はい、これがタップですね。これホームセンターとか行くと売ってます。そして、これですね、あれば使った方がいいんですけど、そのタップを使うためのタップハンドルで、ただですね、このタップがなかなか使えない時があるので、その時のためのペンチ、そしてこれも必ずしも必要ではないんですけども、ドリルで穴開ける時に、これがあると便利だよっていうのが、このポンチ、そしてポンチを打つためのハンマーですね。はい、これ全部ですね、必ず必要ってわけではないです。最低限必要なのがドリル、そしてドリルですね、ドリルで、あとタップと、ペンチですね。これは最低限ないと難しいかなと思います。はい、そしてですね、実際穴開けてつけようってなると、ネジ必要ですよね。そのネジがですね、ホームセンターとか売ってるこんなネジですね。あと、よかったらこういうワッシャーとかですね、こういうのもあるといいです。これワッシャーですね、これ2個持ってきたんですけど、1個先落としてなくしちゃいました。とりあえず、1個だけでいきます。はい、で、このネジがですね、今回はこれ M4 っていうネジ使ってます。ざっくり説明しますと、M4 っていうのは、このネジのですね、ここの直径が、4ミリです。で、この M4 の、ネジをですね、はめる、そのネジ穴を切るときに、まず4ミリよりも小さい穴を開けます。これがだいたい 3.2 ミリです。そしてそこにこのタップという道具で、溝を切る。こういうわけですね。で、この 4.2 ミリのネジは何に使うかって言いますと、例えば僕の場合ですと、こういう金具をネジで取り付けたいな。そうするとここには当然4ミリよりも大きい穴を開けてネジを通すということになりますので、なんで4ミリもちょっと大きい 4.2 ミリっていうですね、ドリルを使って穴を開けていきます。なのでこの 4.2 ミリっていうのは、4ミリよりもちょっと大きければ、別にそこまで細かいことはないんですけども、少なくともこのネジの頭でカチッとこう止まるぐらいの大きさの穴さえ開けておけばいいです。で、こちらのネジを切る方の 3.2 ミリの穴なんですけども、これはですね、この M4 とか M5 とかネジの大きさによって、だいたいこのくらいの穴開けましょうっていうのが決まっています。そういうのをネットで調べると載っているので、自分の開けたい穴の大きさで選んでいただければと思います。はい、ではですね、まずこちらのアルミ板の方に穴を開けていきたいと思います。はい、ここでですね、先ほど紹介したこのポンチですね、はい、これを使ってちょっとネジのですね
穴を開けるための溝を作っておくと、ドリルがしやすいです。こんな感じでポンとで上げれば OK です。ポンと、はい、こんな感じで溝が取れますね。そしたらここに、ドリルで穴を開けていきます。はい、ではドリルで穴を開けていきます。ちょっと家の中だとうるさいんでね、これ屋外で今撮影してます。これね、こんな感じでドリルを溝に当ててあげて、間違えた、はい、こんな感じでちょっとずつ掘っていって、まあ、貫通しそうになったら、ね、こんな感じで空中でこう、たまにちょっと怖い思いします。はい、まあ、僕こうやってやっちゃいます。はい、ね、こうやって怖い思いすると穴が、ね、で怖い思いするのでこっちまでね行っておくといいです。はい、で今こちらにはですね、4ミリよりも大きい 4.2 ミリの穴が開いてますので、この M4 のネジがこうやって入るわけですね。はい、なんでこれな感じで止めていきます。はい、そしたらですね、次はいよいよ皆さんお待ちかねの瞬間ですね。ボディに穴を開けたいと思います。これね、わかります、なかなか自分の車のボディに穴開けるの怖いですよね。はい、僕もですね、以前は新車でですね、多分こう200万ぐらいかな、そのぐらい出して買った車、ローン組んで買った車乗ってたんですけど、やっぱ自分の車のボディ穴開けれないですよね。はい、でもですね、やっぱこのハイゼットっていうのは結構お値段もリーズナブルなので、そういった点ではですね、穴開けるのに他の車よりかは抵抗はないかなと僕は感じました。そしてですね、もう僕すでにこの車のボディにもう5箇所ぐらい穴開けてるので、もう抵抗はないんですよね。はい、なんで1個目の穴をですね開けちゃえば、もう2個目からはですね割と抵抗なく穴開けれますので、皆さんもですね、こう1個目の穴を開ける勇気を持ちましょう。はい、ではですね、この穴なんですけど、まずさっき作ったこの取り付けたい金具ですね、こちらに当然ですね、位置を合わせて穴開けてあげないといけないので、まあ、こんな感じで位置を確認します。で、あとですね、例えばこれだと、ここら辺だとですね、正直これ隣のこの家具が邪魔して穴開けれません。工具がこれ使えないんですね。なんでそういうのも考えてちょっと場所を選ばないといけませんね。あと例えばここにつけたいなーってなると、結構逆さまに作業する必要があるじゃないですか。結構逆さまでやるとですね、結構体勢が苦しかったりします。なのでそういうのを考えてですね、こうどのあたりにつけようかなとか考えていただけるといいかなと思います。はい、ではとりあえずですね、まあ、この辺につけようと決めました。そしたらここの位置になんかこう印つけとくといいです。何でもいいのでちょっと軽くこう傷とかつけとくといいかもしれません。もしくはなんかマジックですね、マッキーとかでこう印つけてもいいかもしれません。はい、こんな感じ、あ、ちょっとわかんないな。はい、なんかこうですね、印をつけておいて、とりあえずそこをめがけて穴開ければいいんだなっていうのを分かるようにしておきましょう。はい、いいかな。はい、はい、ではですね、こちらに、ポンチを打っていきたいと思います。さっきつけた傷の場所に合わせてあげて、はい、ポツンと、はい、これを打っておくことによってドリルがすごく入りやすくなります。ちなみにポンチがないとですね、どうなるかというのもちょっとやっておきますね。はい、これポンチなしで穴開けようとするとですね、こんな感じでですね、ドリルがですね、なかなかこう一箇所にうまく当たらなくて、結構傷つきます。はい、まあ、僕はあんま気にしないんで、僕これでやっちゃってますけど、はい、まあ、ポンチとかあればですね、やった方が無難です。まあ、一応やっておきます。はい、そしたらこちらですね、穴を開けていきます。ポンチのとこにこう先っちょを合わせてあげて、あ、ちょっとポンチが、ちょっと
ポンチが浅かったですね。ポンチしっかりやっとかんと、なかなかちょっとドリルが狙いが定まらないですね。でね、ちょっと強めにやっときましょう。よいしょ。はい。じゃあ穴開けていきます。はい、こんな感じで穴開けれます。ね。もうね、僕穴開けまくってるんで、もう何の抵抗もなくいけますが、ね。はい。まあ、なかなか結構自分の車のボディに穴開けるのって、ちょっとドキドキします、最初は。あと、間違えちゃいけないのが、これネジを切る穴なので、例えば僕の場合ですと、今これ 3.2 ミリの穴開けてますので、くれぐれもそのドリルの径ですね、間違えないでください。じゃあ、こっちも開けまーす。出ちゃった時はもう頑張ってですね、なんとかしよう。はい、はい、そしたらですね、穴を分けれたら、こちらの穴にこのタップを使って、ネジの溝を切っていきます。タップってね、これ先っちょがツルツルしてるやつから、先っちょにこうしっかり溝があるやつまであって、まずこの一番先っちょがツルツルしてるやつ、これを使ってですね、こうぐるぐるこう回しながら入れていきます。で、気をつけなきゃいけないのが、これタップがですね、もしポキンと折れちゃうと、もう取り出せませんので、気をつけてください。絶対折らないと。で、あとは、こう少しずつ回しながら、こうネジの溝を切りながらですね、入れる。そこを意識してやっていきましょう。本当はですね、こうやってタップハンドルという道具につけて、こうぐるぐるやるんですけど、ご覧の通りですね、こう、他の部分に当たってですね、回りません。結構車のボディにですね、ネジ切ろうと思うと、こういうことよくありますので、まあ、そういう時はもう仕方ないので、僕の場合はもうこうやってペンチで握ってですね、もう頑張ってあげてます。はい、ちょっとやっていきます。はい、これまずまっすぐですね、しっかり入れて、とにかくちょっとずつでいいので、こうぐるぐる回して、ぐるぐる回す。ちょっと押し込みながらも、ぐるぐる回す。ちょっとずつでいいです。90度ずつ回すぐらいでいいです。これ慎重にやりましょう。はい。で、これある程度ですね、回ってくると、まだダメか。ある程度ですね、こう、ネジの溝がついてくると、だんだんこう、くるくるこう、入れると、こう、中にこう、スッと入るように、こう、ネジっぽくなってくるんですよね。あ、もういいかな。はい。こんな感じで、もう手でですね、こう、くるくる回るぐらいになってきます。はい。もう、はっきり言って、これでほぼネジ、完成です。はい、でもうある程度こうくるくる回ってネジのように入るようになったら、逆向きに回してこうそっとネジのようにですね、逆向きに反時計回りに回して、よいしょ、はい、取り出してあげましょう。もうこれでほぼ完成なんですけど、まあ一応ですね、先っちょの方にも溝がしっかりあるタップも使って、もう一回ぐらいちょっとね、別の先っちょにも溝がしっかり掘ってあるようなタップで、一回こうしっかりこうぐるぐる回しながら仕上げしていく。まあ、はっきり言って、まあ、本当手回しでこんなぐらいでやるぐらいでも、ハイゼットのボディぐらいだったら簡単にもうネジ穴作れちゃいます。はい。で、くれぐれもタップを折らないようにだけね、気をつけましょう。はい、これでもう完成です。
じゃあ本当にですね、これでネジ入るのっていうとこですね。ちょっとやってみますね。はい、こちらのですね、ネジを、あれ、はい、入れていきます。すると、はい、こんな感じで、はい、もうくる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 。はい、ネジ入っちゃいます。結構簡単です。はい、では反対側のネジもですね、開けたいと思います。はい、では2個ともネジ穴が、できましたので、はい、ここにじゃあ今から金具を取り付けていきます。はい、こんな感じでですね、はい、よいしょ、はい、ネジ穴が切れたおかげでしっかり取り付けれます。はい、これも、はい、もうしっかりついてますね。こんな感じでですね、もう簡単にネジが取り付けれちゃうんですね。で、僕がですね、このハイゼット好きな理由は、このハイゼットってこの金属部分すごく多いじゃないですか。普通の車だったらやっぱりこう内装材とか貼ってあるんですけど、やっぱこのハイゼットはこう商業用にですね、なるべくこう低コストでこう作られてますので、余計な内装材がない、金属結構むき出しなんですよね。なんでこれ DIY 好きからするともうネジ穴開け放題やんって感じで、すごくですね、こう面白い車なんですよね。はい、なんで僕ですね、この金属部分使って、後ろにシガレットですかね、シガーソケットを増設したりとか、はい、結構いろいろやってます。なんで皆さんもよかったらですね、こんな感じでつけてみたら楽しいんじゃないでしょうか。はい、そして僕はですね、ここにこんな感じで、よいしょ、ホームセンターに売ってる緑のネットですね、なんかこう公園のこうなんすかね、野球場のとこにこうかけてあるようなネットですね、緑色の、あれがホームセンターに売ってたんで、はい、それをですね、こんな感じでかけて、はい、まあ、ただ当然ちょっと緑そのままだと、ちょっとさすがにダサいかなと思ったので、その緑ネットにですね、こう、スプレーでこう、黒く塗装しました。まあ、とは言ってもですね、結構なんか、あんま綺麗に塗装できてなくて、緑がちょっと見えるんですけど、まあ、いいかなって感じで。はい。で、そこに、こんな感じでですね、いろんなこの、まあ、車中泊で使いそうな道具をこうかけてるんですけど、これ結構便利でですね、こう使いたい時こうすぐに出せて、ですぐしまえるっていうのが、結構ですね、便利だなって思って気に入ってます。はい。まあ、こんな感じでですね、ちょっとまたこの車、これからも改造していきたいなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。